皆さんこんにちは。こんにちは。湘南エイジクリニック大阪院長の斉藤と看護師です。よろしくお願いいたします。さあ、はい、さて今日のお題は何でしょうか。はい、 AGA 薄毛治療薬の疑問、どうして併用するの、フィナステリドとミノキシジルです。はい、はい、ありがとうございます。あ、また来ます。いわゆる薄毛治療薬ですね。あと発毛剤として認められている薬剤としてはフィナステリドとミノキシジルというのがあるんです。それぞれね、違う働きをしますよね。で、フィナステリド大事なお薬です。で、これを始めると悪い男性ホルモン DHT というのが量が減るんですね。ゼロにはできないんですけど量が減ってくる。毛根を攻撃する物質なので量が減れば攻撃を弱めることができるので悪化するスピードをゆっくりに変えますよ。で、そういう効果がまず期待できますよね。だから現状を維持するように見えるし、あと予防することができるかな。あとミノキシジルの役目っていうのは毛根に行く血管を拡張させて血流を打つ。しかもこの微細血管ってね、毛根周辺にある本当に細かい血管なんかを拡張させるって結構特徴のある薬剤なんですね。で、それで血流を良くするでしょ。ちょっと栄養が届くようになって、あともう一つはね、酸素が毛根の周辺に増える。で、酸素が増えるとその DHT を減らすっていうこともできるんですね。それからあと大事な働きで成長因子っていう物質がミノキシジルを使うと毛根なんか発生するので、これ僕らのエンジンをかけるとかね言いますけど、細胞の分裂がこう起こり出すんです。そうそう、太くてこうしっかりした毛が出すので、やる毛根が活発に活動しだす、復活しだすみたいなスイッチが入って、そういう役目があるんです。で、さっきのフィナステリドを併用すれば、やるブレーキをかけてた物質を外して、で、ミノキシジルで毛根にエンジンをかけて細胞が分裂してこう太くて長い毛が作られた。それで毛根が走る、はい、そういう治療になるんです。だから全然ね違う役目をしますけど、併用することによって髪の毛って回復してくる、そういうふうに考えていただいていくなと思います。はい、ありがとうございます。どちらもこちら併用することが大事になってくるかと思うんですけれども、この薬飲んでると副作用とかってどうなんですかね。そうね、いわゆる、ね、併用することが大事なんですけど、はい、併用することでなんか副作用が新たに出るとかっていうのは基本的にはないんです。だから大丈夫なんですけど、それぞれやっぱりお薬になって主の作用ね、主な作用と副の作用っていうのがやっぱあるわけで、副の作用はマイナスに感じる人もいると思うんですね。で、フィナステリドは使い始めの 1,2 ヶ月の初期脱毛っていうのを起こす可能性があるし、で、あと男性機能の低下っていうのはね 0.7% の人が言われることもあるし、乳腺の刺激とかね、あと抗がん痛であったりとか異部不快感とか、あと緑色がすごく稀なんですけど言われることがあったんです。あと、まあ、大事なこと、女性は使ってはダメですよっていうことで、飲ませないようにしてください。で、ミノキシジルの副作用は体のむくみですね、血管拡張するので手足がむくみとか、あとまぶたがちょっと腫れとったとかね、あともう一つはこう心臓がドキドキするね、頻脈って言うんですけど、そういうのが 2% ぐらい、だいたい 1,2 ヶ月ぐらいは収まるんですね。あと体毛が濃くなると、これは比較的率が高くて2割ぐらいでも8割の人は言われないんですね。で、もし感じても半年から1年ぐらいピークがあって、その後ちょっと落ち着いてね、そんな感じですよね。で、まあ両方ともねすごくもう昔からあるお薬で、歴史のあるお薬なんです。なんか怖い副作用が頻発するとかね、そうなったらもう薬としては成り立てないので心配じゃないです。なので併用してももちろん、なんか新たな副作用出るとかね、怖いことが起こるとかって絶対ないので大丈夫ですよ。ミノキシジルとか飲んでると多毛症で気になってらっしゃる方が脱毛に来られたりとかするんですけど、当院AGA 治療だけじゃなくて全身の脱毛とかも取り扱ってるので、一緒にその治療が進めれるっていうこともすごいいいポイントでありますよね。はい、この番組が面白いためになると思ったらグッドボタンを、もっと見たいと思った方はチャンネル登録お願いします。番組に取り上げてほしい内容や質問がございましたらコメントをください。次回も僕のことやおすげ治療、自毛植毛に関する話をしていきたいと思いますので、お楽しみに。では次回まで、さようなら。さようなら。